城下町金沢周遊城下町金沢周遊城下町金沢周遊は北陸鉄道が主に観光客向けとして石川県金沢市内の観光地を結ぶために運行している路線バスである北陸鉄道のウェブサイトでは城下町金沢周遊バスと表記している1994年に金沢駅東口から武蔵が辻県六園下を経由し 金沢駅東口へ戻るルートで開業したバス路線である。当初はこのルートで運行していたが、2011年に金沢市が運行実験として逆回りルートを運行した結果から、開始当初のルートを右回りルート、その逆回りルートを左回りルートとして2014年4月1日から運行している。当初は大型バスで運行したが、利用が伸びなかった影響で、 2000年7月29日に小型レトロ庁ボンネットバスを採用し、さらに女性バスガイドから乗務員を抜擢するなどの抜本的な改革を実施したのが走行して旺盛な人気を博するようになる。その後、2015年の北陸新幹線開業による観光客の増加を見越して、2016年4月1日から再び大型化したダイヤは 日中の時間帯に15分間隔で運行している。現在のバス停は太字で表記。ダイヤなど詳細は公式サイトを参照。城下町金沢周遊の旧車両前述の通り、2014年4月1日に左回りルート設定時からバスを大型化している。現在の使用車両は、日のブルーリボンで原則として、右回りルートは赤色、左回りルートは、 緑色の車両を使用している。開業当初は前後折り土を採用した大型車を、城下町金沢周遊専用車として使用。この車両は、金沢地区の一般路線に転用されたが、急速なノンステップワンステップ化の波には逆らえず、1997年式の2両は、加賀温泉バス、能登西部バスに移籍している。2代目は、ボンネットタイプの三菱不装、ローザで、 金沢ゆかりの文人の名前から、強化、修正、再生の名が付いた3種類を2000年に導入。2013年には、北陸鉄道創立70周年の記念事業として1978年に引退したボンネットバスを当時のカラーリングで復刻させ城下町、金沢周遊で使用した。このボンネットタイプは年に大型バスが導入された後も右回りルートで、 使用されたものの2016年3月で引退している。なお、引退した車両は1両が小松市に寄贈されている。3代目は日野ポンチョをベースにしたノンステップレトロバス、強化の稽古量のバスで運行されたが2016年に引退し、路線バスのカラーリングで加賀白山バスで使用されている。一乗車200円の均一性で 金沢駅東口を越えての乗車も可能である。他の路線と異なり、武蔵が辻、大見町市場と高輪防館での利用も200円である。金額回数券は使用できるが、定期券、e カーを含む IC カード乗車券は使用できない。本路線の運行開始以前から、金沢市内観光フリー乗車券が存在したが、2000年のレトロバス導入に合わせてこの路線専用の 城下町金沢周遊専用ツ日フリー乗車券と城下町金沢周遊専用回数券の販売を開始し、社内でも販売した。2008年10月1日には、金沢市内観光フリー乗車券と城下町金沢周遊専用回数券の販売を終了し、城下町金沢周遊専用ツ日フリー乗車券から専用を抜いて、 金沢市内一般路線の地帯性200円区間にも乗車できるようになったが、これは2016年4月1日には、車内での販売を終了して、北鉄バス1日フリー乗車券に解消された。2020年4月1日からは、地帯性250円区間までの他西日本、JR バスの地帯性230円区間にも乗車できる。 金沢市内1日フリー乗車券が販売されている。また、西日本旅客鉄道の金沢、加賀のとグルリンパス、東海旅客鉄道の金沢、加賀のとグルリン切符でも乗車することができる。なお、いずれの商品も北陸鉄道並びに北陸地方では発売していない。ありがとうございます。